光カ領訴訟とは、京都府京都市左京区に所在する、台湾人や中国人の留学生寮である、光カ領の所有権の争いをめぐって、日本の裁判所に提起された民事裁判である。日中間の外交問題に発展したことから、光カ領事件、光カ領問題などとも呼ばれる。提訴から最高裁判決が出るまで40年、上告から20年経過し、 2018年現在でも訴訟が続行中である。日本の裁判所に継続する最も古い民事訴訟である。訴訟の舞台となった光加寮は、戦前の京都帝国大学が中国人留学生のために沈借した学生寮を1950年頃、中華民国中日代表団が購入したものである。1965年頃、文化大革命をめぐって、 両政官に対立が発生し、中華民国当局が寮の管理に問題が生じたとして、1967年9月6日、中国人留学生の寮生8名を被告として立ち退きを求める訴えを京都地方裁判所に提起した。訴え提起時の訴状は、原告の表示を中華民国、原告の代表者を中華民国中日本国特命全権大使と表示していた。 第一新途中の1972年9月29日、日中共同声明により、日本が中華民国との国交を断絶し、中華人民共和国を中国の唯一の合法政府として承認したことから、国有財産の承継などの国際法上の争点が浮上した。中華民国は日中共同声明による政府承認切り替え後も、日本の裁判所において、 当事者能力を有するか、あるいは、本件訴訟における当事者的確を有するのか、光化量の所有権は、政府承認切り替えによって、影響を受けるのか政府に帰属したままか裁判は、第一審、控訴審差し戻し後、第一審差し戻し後、控訴審、上告審と経過する。下級審の四つの判決はいずれも第一の争点を肯定し、第二の争点については、 第一審以外の3つの判決すべてが政府承認切り替えは所有権に影響を与えない、つまり中華民国政府に帰属したままであるという判断を示した。最高裁判所は上告審を長年塩漬け状態にしていたが2007年に入って突如として審理を再開し2007年3月27日上告から20年ぶりに判決を出した。 最高裁は、本件訴訟の原告は中国国家であるとの判断を示した上で、日中共同声明によって、原告当事者が中華人民共和国に移った時点で訴訟手続きは中断し、訴訟証継の手続きをすべきだったという理由から、35年前に立ち戻って訴訟証継させ、第一審から審理をやり直すよう命じる判決をする。この判決の中では、 光化料の所有権の帰属については言及されていない。この最高裁判決が出るまでに最高裁で光化料訴訟に関与した裁判長は4人いる。2018年4月時点においても京都地裁で係争中である。光化料所在地は京都府京都市左京区北白川西町で鉄筋コンクリート構造、地上5階地下1階。 一階面積約130坪、延べ床面積約640坪。約100室の居室に、留学生、元留学生合わせて十数人が生活していた。老朽化が進む中で無人となっており、近隣住民からの放落などを心配する声を受けて、2018年1月には京都市が立ち入り調査をしている。調査の結果、コンクリートが剥がれ、 鉄筋が剥き出しの箇所も確認されている。裁判で所有者は確定していないが、中国政府を支持する京都化競争会が実質的に管理している。管理が行き届かない空き家に対して行政が建築基準法により行政代執行した例もあるが、京都市は外交問題のため慎重な姿勢を示している。中国は一つの文明圏であることは疑いないが、 国家としては、新国、中華民国、中華人民共和国しか存在せず、中国という国家は未だかつて存在したことがない。中華民国や中華人民共和国が中国を統治下に置いていると主張している事実は、中国という国家が存在することの根拠とならない。日本政府も日華平和条約について、適用範囲を事実上、台湾及び周辺諸島としていたし、 日中共同声明では中華人民共和国の主張を尊重するにとどめたのであって中国という国家が現実に存在するとの認識を示していない。最高裁判決の言う中国国家はいかなる範囲の領土、住民を指しているのか全く理解できない。この判決は国際法上の国家概念についても反する。 国家としての中国なる巨像を喪失した誤りを犯している。本判決は、提訴後40年、上告から20年も経過したにもかかわらず、本件不動産の所有権の帰属について何ら、具体的な判断を示さないままに、形式的な処理をするにとどまり、事案の真の解決に何ら液するところがないものであって、司法の最高機関が、その本来の役割を果たしたとは、 到底言えず、遺憾の極みである。ありがとうございます。